はい、どうもピロチンと申します。5月30日からの西越戦での電撃式 H 化石やっていきますということで、今シーズンの編成やっていきます。今回必要なキャラクターはこちらですね。とこの3キャラクターが絶対必須となります。で、この位置も固定ですね。はい。で、まず、配布でもらえてるキャラクターの必須。飛行の関節になりますね。で、ファの攻撃を受けなくちゃいけなくて、で、それによって離脱の航路が発動するようになってます。で、その兼ね合いもあって、この必須が適任となってました。はい。で、そうですね。離脱の頃自前で持ってるし、うん。もうこのキャラクター使ってもらえれば問題ないのかなと思います。で、船員で攻撃の封印持ってますけども、ラインハルトが、キリアさんの攻撃を受けなくちゃいけないんですよ。それが凄まじく痛くてですね。で、ここで攻撃力を下げる調整が入ってます。なので、まあ、必須が持たなくても、いいので誰かしら今出る8名に持たせれば OK ということですね。で、次に漆黒さん、もう救援で駆けつける係ですね。もう自前で救援持ってますので、うん、このまま漆黒さん使ってもらえればいいのかなと思います。で、先ほど言ったラインハルトがキリアさんのダメージを痛いダメージを受けることになるんですけど、そのダメージを緩和するためにもうここの船員で調整することも可能だと思います。そのキリアさんとゼルギウスの 2体を受けなくちゃいけないんですけど、そのなので守備魔法の紋章とかその辺持たせてあげるといいのかなと思います。あと近距離警戒とか遠距離警戒もか、ちょっとやってないんであれなんですけど、うん、そういう調整もここですることが可能です。で、次に、今回一番頑張ってもらわなくちゃいけないラインハルト。ここデンデさん、ウルスラ使ってました。ただその場合、やっぱりウルスラさん、守備力低いので、激化の3持ってましたね。で、うん、ちょっとこの枠の調整が結構大変なんですけど、かなり、時間かかりました。で、そう、受けなくちゃいけないってことで、で、オレンじゃない。ウルスラか。デンジさんのウルスラだと、速さがあるので、ゼルギウスの攻撃が一発になるんですけど、ラインハルトさんだと、守備力硬さはあるんですけど、今度速さが低いので、追撃もらっちゃうんですよね。なので、その調整のために、ここで速さ魔法の絆入っております。なので、ちょっとここの枠、使うキャラクターによって、結構忙しいのかなと思います。で、あと、言うの忘れてましたね。馬の関節ですね。馬の関節。で、まあ、一番、人気というか有名なこの馬の関節といえばライハルトを採用してみましたという感じですね。はい。うん。で、漆黒の方はもう とにかく救援さえ持ってればいいのかな。多分すいません、他で検証しないんで、歩行の誰かとかでも良さそうな気もするんですけど、ちょっといい加減のことはやめておきます。はい。なんかこのメンツさえ使ってもらえれば問題ないのかなと思います。というわけでいきましょう。英雄値を稼ぎたいキャラクターを埋めます。で、いつも言ってるんですけども、英雄値を満額取得するためにはレベルマックスにしといてください。これは星4でも星3でも星5でも全部一緒です。とにかくレベルマックスにしとけば英雄値が満額入ります。で、邪魔しないように、装備類は全部外しておいた方がいいと思います。はい。ではいきましょう。またルナティックで入ります。まあ、前回よりは英雄値を稼ぐ枠があるのでいいとは思うんですけど、ちょっとラインハルトさんのこれじゃないちょっと待って上に行ってくれ。リッチに切り替えます。なのでゆっくりとりあえず解説しながらいきます。
ではお願いします。ヒースが上に上がる、漆黒が上に上がる。あ、ここにいたから歩行とかだとダメなんですかね。ダメそうですね。ラインハルトはここに来ないといけないので、重装の救援持ちですかね。うん、続けます。でラインハルトがこの危険範囲に入る。ここでヒースがファの攻撃を受けて離脱状態になります。でキリアさんの痛いダメージ、激化の2持ってることで絶妙な調整となってます。で先ほど言った通りゼリギュスさんがそこそこ、そこそこでもないか、30速さあるので、ラインハルトだと速さ23しかないので追撃もらっちゃいます。で2ターン目開始時で全てのなんて言ったらいいですかね、すり抜けが発動してますね。で次に離脱も発動して、で救援もしっかり発動してますと。これで OK ですね。ということで、すり抜けて攻撃する、離脱で駆けつける、救援で駆けつけるということになっております。ちょっと激化をどう見るかですかね。もっと敵にいるのかな。とりあえずおさらいというか、もう一回いきます。馬で関節でそこそこ速くてそこそこ守備魔法もあるって誰だ青属性でもこんだけダメージ入ってますからね。かなりね、いないんじゃないのかな。誰いましたっけ、馬の関節限定じゃなければ。難しいか。とりあえずいきます。誰だろう、ちょっと思いつかないな。最近馬の関節ってそんな出てきてないっすよね。パッと思い浮かんだのが水着の、水着じゃない、馬のウサギの価値はとかかな。あれもそんな強くないか。誰だろう、ちょっと思いつかないですね。こんな感じですねすいません多分もうこのメンツが一番硬いのかなと思いますね。はい、てことで、はい、またここのキャラで代用できましたよとか、何でも、コメントの方でいただけたらありがたいです。はい、というわけで以上ですね。はい、またお願いします。ご視聴ありがとうございました。